はい、皆さんお疲れ様です。ゾウリと申します。聖剣伝説3続きやっていきたいと思います。とりあえずアンジェラが仲間になってこの洞窟に入ったっていう状況でセーブだね。じゃあ行きますか。とりあえずエンデル、はーい逆だってさ。オイラの出番、まだ立って、おい、普通に寝てるだけだ。行きましょう。あー、なるほどね。オイラやる。あー、なるほど、寝てたらこうやって操作変えれるんだね。今気づいた。なるほど。っていうことはあれか。あ、なんだこれ。お、なんだこれ。これバグかな。た、あ、直った。おー、なるほど。は？オイラの出番。やれてる。いだ。やれ。いや。オッケー。いやー、やっぱり物理は強いね。いや、やっぱりね、物理は最高ですね。何も考えなくていい感覚する。みんなで倒せ。危ねえな。あれだな、レベルが上がらなくなってきたな。みんなで倒せた。危ねえな。ほい。こんの。いやー、めんどくせえな。オイラ、暗くても見える。ほい。この先上に、はーい。あれ、3人目ってさ、いつだ、橋の上だったような気がするよ。あ、いたな。いたいたいた。あ、違う、こいつだけ心、3人目にこいつにするだっけ。なんかそうすると早く仲間になるんじゃなかったっけ。ここ危ないよ。早くお家に帰りな。だって。ウェンデルの新刊ヒースはパパもママもいないシャルロットのことをいつも優しく見守ってくれる素敵な好青年でした。そんなヒースがおじいちゃんに頼まれてアストリアの方に調査に行くと聞いて、シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。大好きなヒースにもしものことがあっては大変と、ヒースの後を追いかけおじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。しかし運命のいたずらか、やっとヒースに出会えたのに突如現れたへんてこな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。ウェンデルに帰りたくても洞窟に入れなくて困っていたんでちゅが、アンタシャンが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ。そこへ偶然アンタシャンが、もう少し遅かったら今頃、なんてかわいそうなシャルロット。わかったよ、送ってってやるよ。どうせ光の司祭に会いにウェンデル行くところだし。なんだ、あんたさ、うちのおじいちゃんにご用だ。
だったんでちゅか。じゃあシャルロットを助けても罰は当たらんでちゅよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫さんでちゅから。までもここからだったらレンデルは目と鼻の先でち、別にアンタさんの助けはいりません。そっちこそ迷子にならないように。ではでは、バイビー。あの子、無事にウェンデルまで行けるかな。さて、そうそう、で、あいつが3人目からだとここで仲間だったよね。あれ、じゃあ最後誰だ。ウェンデルの前だっけ。もうやばいな、もう本当に忘れてるんだ。はい、逃がさない。こんなにこのゲームってレベル上がんなかったっけ。あれじゃあ3人目ってどこで仲間なんだ。だからあんな感じの風景だったような気がするけど、最後に見たのがシャルロットだったからかな。覚えてねえな。そういや一回も必殺技出してねえな。仲間とかになってから。もうやっぱあれだ。よいしょ。ああいたね。踏んでみ、後で踏んでみようぜ。ウェンデル着いた。これでカール生き返る。ここまで連れてきてくれてありがとう。光の司祭様に会いに行きましょう。おー、会いに行こうぜ。だがその前に行きたいところはあるのよ。相変わらず踊ってんな。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。あれ、またのお越しを。あれ、武器屋は、武器は、あれ、ここ武器ないの。ここはなんだ、道具屋なのか。武器がない、なんだ。あ、こっちか。なんだ、わかりづれえな、畜生。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。おー、いいもん持ってんじゃねえか。いや、いくらだ。お、お目が高い。早く使いたい。そりゃそうでしょ、こっちもそうだよ。大事にするわね。またのお越しを。よしよし、防具はいいか、避けりゃいいんだよ、避けりゃ。避けりゃいいんだよ。さて、じゃああれか、どこで仲間になったっけな。今宵はもう遅い、また明日参られよ。はあ、ビーストキングダムの獣人、もうすぐ攻めてくる。すぐ司祭様報告。なんとそれは大変。すぐに司祭様にお会いになってください。いいってかい。じゃあ通るぜ。あなた方がマナの女神様の祝福を得られますように。光の司祭、カール生き返らせて。大切な友達、チビウルフ、
カール。お主名は？そうか、よく聞けケビン。命ある者、いつかは死というものが訪れる。それは避けては通れない生きる者の宿命。命は一つ、かけがえのないものだからこそ尊い。だがそれはまた新たな命の誕生につながっている。カールの命は戻らぬが、その魂は今もお主の心に生き続けておるじゃろう。それじゃもうカールは、お主の心の中にカールが生き続けてさえいれば、いつかきっとお主の前にカールの生まれ変わりが現れる日が来るじゃろう。そんな囚人よ、おいら絶対許さない。カールの敵撃つ。ふーん、あなたが光の司祭さん？なんか普通のおじいちゃんって感じ。私を助けてくれるかと思ってわざわざ来たのに。ん？ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れればマナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。何を人ごとみたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。え？そんなフェアリー、どういうこと？ごめんなさい、マナの減少によって私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ、今頃。フェアリー、今元気？光の神殿来た。もうオイラ関係ない。オイラから離れてその爺さんに取り付け。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうと、その宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。そんな、オイラ困る。マナの剣関係ない。今すぐカールの仇を取りに戻る。でも今のままじゃ獣人王に勝てないことはあなた自身が一番よく分かってるでしょ。マナの剣さえあれば獣人王より強くなれるのに。本当か？オイラが獣人王より強く？ちょっと待て、マナの剣一体何？マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。その剣さえあれば獣人王に勝てるんだな。おいら行く。で、そのマナのなんとかって
ところにはどうやって？ごめんなさい、マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界のさまざまなところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし、8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放すると、マナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば？大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかし、その呪法をめぐり、利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え、滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは、同じ過ちを繰り返さないよう、その古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。お手上げか。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば、残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。マナの剣か。お母様もそんなこと言ってた。お母様もその剣を手に入れようとしている。私が先に行って剣を奪えばきっと私を見直してくれる。ねえお願い、私も一緒に連れて行っていいでしょ？もちろんよ。それに精霊たちと出会えばすぐにあなたも魔法が使えるようになるし。本当？やった！お、光の司祭の願いから新たな力が生まれた。リンクアビリティ。ああ、説明書か。説明書じゃねえや。1だっけ？あの、パートは一番最初だよね。あれで。ヒットポイントアップ。光のリンクを得た常時、それで30アップ。30? まあ最初だしね。リンクアビリティ。リンクアビリティとはパーティーメンバー全員が装備できる特殊なアビリティです。育成画面から育成ポイントを振り割る、割り振ることや、冒険中に出会う人々と交流を深めることで取得できます。思わぬ人からリンクアビリティを取得できることがあるかもしれません。なるほど。つまり話しかけろってことですね。OK。つまりこういうことだな。金だった。まずは確実なところに行く。こうやって話しかけていく、教えてくれる可能性があるってことですよ。古代都市の遺跡は周囲を崖に囲まれているので地上からは近づけないが、その遺跡のどこかに光のマナーストーンがあるはずだ。マナーストーンがあるはずだ。下打ちしか出てる。だったら普通チュートリアルっぽく一番近くにさ配置してとかあるでしょ。
しゃあ。光の精霊、まずは外に出ろってことだよね。なんかいる。こんなに、ちょっと待って。町とか、え？なことないよね。普通だったな。何にもねえ。お！びっくりした。びっくりするんじゃねえか。こんな風に変わるかい？今気づいたけど。なんだよ。さっきこんな風に変わったっけ？覚えてねえな。まあいいや、とりあえずは、お、ラッキー。ああ、ちくしょい。じゃあ、いっか。あ、でもこっちはいけるんだ。そんな半端な。おお、いる。ねえ、シャルロットもついて行っていい？おじいちゃんとあんたさんの話を聞いたんでち、あんたさんただものじゃありまちんね。そこを見込んでお願いがあるんでち、さらわれたヒースを探すの手伝ってほしいんでち。ダメ、子供がついて来られるような旅じゃない。ヒースさんならオイラたちが見つけてやるから、早くおじいちゃんのところ帰りな。まあ人が緊張扱いつて、こう見えてもシャルロットは15歳なんですからね。もうすぐ大人。ゲゲ、オイラと同い年？信じられない。とにかくダメなもんはダメだ。司祭様すごく心配してた。早く帰れ。うん、意地悪。シャルロットはヒースのことが心配なんでち。こんなにお願いしてもダメでちか。うん、もういいでち。ケチケチバカカーバいいだ。スーパーにこんなんあったっけ？ないよね。じゃあ、じゃああれか、リメイクとはあそこでシャルが仲間になるのかな。みんなで倒す。会えた。待て。おい。防具は変わって避けりゃいいって言ったけど、もろ食らったぞ。絶対に魔法を使えるようになってやるんだから。あ、でもこんなものか。かもしれないから、うん、まあ、要は一回画面変わって出てきたらまたあいつらと戦えねえかなって思ったんだけど、逃がさない。敵いなくなった。次の戦いに備えよう。邪魔者
急いで倒して。どう経験値を上げるかだな、オリクション。まだ、おいおいおい、待て待て待て。行きましょう。おい、ケビン死にそうじゃねえか。もう、暗いし。おいら、やる。逃がさない。待て待て待て、アイテム。お、アイテムが、それは初めて開いたな。アイテム画面ではリンクコマンドで編集が行います。リングコマンドとは、探索バトル中に、十字キー上を押すと使用できるリング上のメニューです。あ、それは出てきたな。リングコマンドに現れたアイテムのみを探索バトル中に使用することができ、12種類まで登録することができます。なお、バトル中は1戦闘につき各アイテム最大9つまでしか使用することができません。はい、そうっすか。まあまあ問題はねえか。はいよ。そうだ、丸々ドロップで全開するんだね。あれがフェアリーが言ってた横穴だな。向こうに渡るにはどうしたらいいんだ。あなたたち飛べないんだもんね。でもここなら滝の水からマナの力を取り出せそうね。あなたたちを向こう側に渡せるかやってみるよ。あったあった、そんなのあったよ。あったあった。いや違う、あのごめん、俺が想像したのと違う。あれおかしいな。あれなんか走って行ってくれるんじゃないの。違う違う違う。あ、おい、なんだ。行くわよ。は？あ、どうだ。そういやあったな。ウィルオビスポを探しましょう。そういやなんか。溜め攻撃あったな。普通に忘れてたよ。お前敵だったのか。逃がさない。まだまだ。今ならどんな敵にも。よし。勝てる気がするわ。千だって遥か彼方だな。そういやさっきのアイテムの種拾っているけど、これ宿屋で一回しかできないのこれ。連発でできる。出番。そうか、回避があった。そりゃそうだよ、忘れてたよ。回避があるんだよこのゲーム。どういくの。ん、え、こっち、ああ普通にあったの。でこっち行く感じか。オッケー、じゃあ行くか。オッケー。マジか、忘れてたよ。ああ、懐かしい。こいつ精霊
それとも魔物？まったりの精霊じゃないわ、巨大な魔物よ。でも、なぜかこいつからマナの力を感じる。よ、一体どうして？マナの力？こいつ、ただの魔物じゃないってこと？わかんないけど、こいつ、悪いやつ、倒さなきゃダメ。とりあえず、どうだ。はい、まあとりあえず練習しておこう。おい！あ、今の必殺技で回避できたりとか。だいぶダメージ与えた。このまま倒せ。さすがに疲れてきたわ。早くとどめを刺しましょう。こらえた。こんなもの。準備はいいかい。倒しちゃったね。精霊はマナがなくなっちゃうと存在できないっすからね。マナを救うためにも協力させてもらうっす。ねえ、ウィスさん、光のマナストーンは？ちょうどこの真上、古代遺跡の奥深くにマナストーンはあるんすけどね、ちとここからじゃ行けないっす。マナストーンはまだ無事っす。でも非常に不安定な状態なもんすから、いつか神獣が封印を解いて復活しちゃうかも。仲間の精霊たちを一刻も早く見つけ出して聖域への扉を開きましょう。オッケー。お、こんなところに穴が。近道かも。光属性魔法の解放、ウィルをウィ、ん？ウィスプが仲間に加わったため、これなんていうボタンなんだろうな。育成でポイント振り割ることで光で、ん？光属性魔法の使用が可能になりました。以下光属性魔法の例です。セイントセーバー、ああそうですね、ヒールライトありましたな、ホーリーボール、ああまあオッケー。じゃあまずはあれ？戻るんだよね。そう、戻るんだよ。セーブしたいのよ。よし。まあ、ちょうど時間的にはいいか。よし。じゃあ、とりあえず、ちょっと待ってね。ここだけ見たい。おお、あったね、ホーリーボール。ダイヤミサイルは覚えられない。なるほど。うん、っていうことはホーリーボールを覚えていくのがまあ王道っていうかあれだな。うん、姿勢今上げてもしょうがないしな。よし、じゃあ次は魔法で、やっとアンジェラが魔法使えるんだ。よし、じゃあとりあえず今回はこの辺にしたいと思います。それではまた。